なんか、それさん、静かじゃない？今日。いつもはなんかもうちょっと、とっちらかってるでしょ。いや、元なん気でかすよ。今日、うるテンさショいン低でくすよ。ない？いや、なんかね、お腹の調子がわかんない。あれかも、辛ラーメン食べてからかもしれない、もしかしたら。普通に具合悪いんだ。お腹の調子がさ、あうんまりね。いや、でも元気ではある、全然。ん。なんか、辛ラーメン食ったことある？辛ラーメンの話する？食べたことあ何？るけど、辛いよね。そう、辛すぎてさ、具合悪くなったもん。食べれる？全然普通に。まあ、辛いもの好きだからね、食べれますけど。なんでそう食でべす。たんだ、むしろ。いや、なんかうまそうじゃん。激辛好きが、なんか辛いなって思いながら食べるラーメンですよ、あれ。あ、そうなんだ。そんな辛い？なんそうなか、んだ。エセ辛いじゃなくて、ちゃんと辛い、ラーちゃメン。んと辛いよね。ちゃんと辛い、あれは。ちゃんと辛いんだよ。もう、泣きながら食ったもん。ずっと。泣きながら食べるものじゃない。もう、辛いの大丈夫なの？大丈夫です。僕は大丈夫。ソラルさんは苦手。ソラルさんと僕は真逆なんでね、結構。ちょうそう。ど好みがね。いや、そうですよ。俺、お酒とかも結構甘いの飲むけど、絶対に甘いの飲まないし。多分、その、お互いの多分、イメージと、お互いの趣味嗜好が多分みんな真逆だと思うんだよね。ソラルさんなんか、普通に甘くないものを食べて、なんかさ、大人っぽいもの食べてそうなのに、ソラルさん結構甘党で、めちゃめちゃそう。甘いのとか食べるし、飲んだりする。お子僕は様甘ラいンの。チとか好きだし。お子様ランチとか、多分僕食べられないんだけど、普通にマジ？お子様ランチなんて美味しいもん詰め合わせみたいな 何が感乗っじだてけるんだ、お子様ランチって。ど。チキンライス、スパゲッティ、ハンバーグ、なんだ、ソーセージ、目玉焼きみたいな感じだ。エビフライ、ウインナー、うまそう。単品で食べたいな。まあ、目玉焼きかな。目玉焼き 目玉か焼きな。がいいかな、その中だったら。目玉焼き目が玉いい焼きはな。一番どうでもいいんだ。ハンバーグはちょっとなんかお腹痛くなりそう。お腹い、なんでなんで。重くて。お腹いっぱいになりそう、ハンバーグ1個で。なんで、お好み聞かせねえよ。お子様ランチの話してんだ、俺たち。知らないよ。北海道の話しようとしたら、辛ラーメンの話し始めたからな。そう、北海道にどうね、なっ行っててんきだ、たこんでれ、すよ。本当に。北海道に。